これがまあゴル、それからコンドルとフンでですね、三つどもえって感じになりましょうかね。そういった感じしますね。はい、はい、ですから開幕第1戦の好カードであると同時に、両ペアにとりましてもですね、優勝できるかどうか、やはり大切な一戦ですね。やっぱり大事な一戦ですね。はい、ここでダッシュをかけられた、かけたチームがね、そうそう、やはり有利になりますからね。プロ野球じゃありませんが、やはり開幕ダッシュが大切ですね。そうですね。はい、ザ・リングアナウンサーから両ペアの紹介であります。ピンクのガウンです。長森拓也に今年は大きな飛躍の年にしたいと言っております。小倉由美、そして青コーナーの紹介であります。例によって大きなベースが飛んでおります。長友かな子選手、84年度の新人王でした小松美香。今日はこの会場でお客様が入る前に、ジャガー横田がね、一生懸命若手選手たちに、まあ、自分の技をね伝授しておりました。そういった意味ではやはりこの両ペアの対戦というのはジャガーね、先輩としてコーチ役として気になるところですね。そうですね、もう技を見ちゃいますね。やっぱり勝敗よりも私の場合は全体同じように見てますね。やはりそうなるでしょうね。そうですね。はい、30分日本勝負でやります。さあまずどうか、おっと長織が行きました。長織強烈なキックが入っております。これは鮮やかな先制攻撃でした。そしてまた2人攻撃であります。今度は小倉が行った。なるほど、これは赤コーナー、見事な先制攻撃を見せております。そして改めて長堀、長友からこの対戦になりました。先つけて長堀であります。まあ宮本さんは赤コーナーのですね、小倉、長堀、この両ペアを相当買ってるんじゃないですか。そうですね、はい、実力的には、ブル中野、今度の斉藤と申しましたがね、はい、まあ、こちらの小倉、そして長堀、同じようにブル、今度に対する、ライバルですね、はいはい、そういう意味で、今、ベルトはないんですけど、全日本ジュニアのしがらみが残ってるわけですけどもね、本当にこのタンクを取って、また飛躍するチャンスが出てくるんじゃないかと、ね、そういう意味で、非常に熱の入れ方が、はい、同じようにチームはどのチームも一緒なんですけども、やはりちょっとそういう熱の入れ具合がねだいぶ違うと思いますね。そうでしょうね。まあ確かに小倉由美は全日本を取れませんでした。そしてまた長堀和恵はジュニアで涙を飲んでおります。こういった無冠のですね、悔しさをね執念にしてバネにして、この全日本タッグ選手権王座決定リーグ戦、密かにやはり2人今度はですねタッグのベルトを狙っているでしょう。一方青コーナーでありますが、長友かな子、そして小松美香、じゃがね、はい、この2人人気はあるんですけども、しかしもう人気だけで満足してる年じゃありませんよ ね、 ね、今年は、ええ、もうそっちの方が重くなっちゃうんですか、ね、ああ帰ってそんなもんでしょうね、はい。まあ、小松美香もね、新人号を取った時には本当に一つ壁を突き破ってね、あ、大きくなるかなと思ったんですけども、またその後次の壁に突き当たったような感じで今一番苦しんでいるようであります。ジャガーなんかこの小松美香選手についてはね、どんな注文を持ってますか。そうですね、意外と彼女もね、もう4年目なんで、私もですね、こういうもんだなっていうものを作りたいみたいなことを言ってたんですけど、はい、私ただそれを見つけることが一番だと思いますね。なるほど。そして長友かな子ですね。長友今赤コーナーに持ってこられました。小倉由美が登場してまいりました。さあロープに振られます。どうか、今ヘッドバットにいたんですが、これはちょっと浅かったようであります。しかし今度は攻撃、そしてショルダー2で後ろに落としました。小倉由美テンポのある攻撃を見せております。さあカウントが2つ入りました。レフリーがボブ矢沢であります。さあこのまま一気に抑え込もうという体勢か。軽量長友としてはこの辺りちょっと苦しいところであります。長友が攻められております。テープの数は一番多かった、長友
ジャガー、はい、長友にもですね、ちょっとジャガーからの注文をね、お願いしますよ。そうですね、第一に太りたいって頑張ってるんですけどね、このうまくいかないもので、太りたい人は太れなくてね、はい、痩せたい人は痩せない人はそれで、まあ、筋肉質に変えるしかないんでしょうね。なるほど。防御するためにはね、肉がつかないですからね。じゃあ筋肉をやはりたくましくするしかない。そうですね、それで防御していかないとやっぱり全部骨に響いちゃうんじゃないですか。そうでしょうね。宮本さん、はい、何か本当に一年一年ですね、この長友佳菜子選手は体が細くなっていくような気がして仕方がないんですよね。はい、まあ細くなるってことはないんでしょうけどね、はい、本当に太らないですね。太らないですね、はい。長友選手は年齢的にもね、はい、かなり高いですからね。そうそう。しかし今年は文字通り長友にとってはですね、もう瀬戸際ですね、断崖絶壁に立って後がありません。そういった意味では今日のこの試合なんかもですね、天気に大きなチャンスを迎えてもらいたいものであります。相手が小倉由美、そして長堀和恵であります。さあ、右手一本を持ちまして豪快な投げ技を見せておりますのが長友佳菜子。まあ、あとは宮本さん、やはり長友の場合はどう軽快に素早く動けるかどうかということなんでしょうね。やはりまあ、この体ですからね、はい、もうスピードがやっぱり要求されますよね。そうですね。ジャガーなんかこの長友にですね、はい、何かこういった技をマスターしてもらいたいっていうのはありますか、希望が。そうですね、やっぱり自分から飛んでいくフライング技とか、フライング技、やっぱ回転ものですから、自分からも飛び込んでってやる、そういう細かい技をマスターしないと、うん、小さい体はなんていうのかカバーできないんですよね。そうでしょうね。そして今小松美香に変わりました。さあ赤コーナーは長堀から小倉由美であります。まあ、しかしここまで両ペア互角という感じで試合が進められております。熊谷市民体育館、もう2階席までぎっしり超満員であります。力比べになりました。力比べではどうでしょうか。やはり小倉由美の方がちょっと上のようであります。力が入ります。キック攻撃が出ました。そして今度は長堀が長友佳菜子を捕まえました。さあ4人の選手がリング上であります。作戦ですけども4人の選手が出ております。長友はキック、間にキックを入れております。そして長堀もキック、トバットが出ました。さあちょっと青コーナーは苦戦になりました。徹底的に攻めまくられております。小倉が、さあどうか、長堀、そして小倉、目が合った、あーっと、これはどう、今度は逆球に転じました。青コーナーであります。さあ小松美香、そして長友、まあこの2人もね、コンビネーションはバッチリであります。さあ2つ攻撃が出ました。ダブルキックであります。もう1回縦という大技を立ちました。しかしすかさずキックが入っております。さあ青コーナーの逆球でちょっと赤コーナーが今度は苦戦になりました。そして2人ブレンバスターであります。小松が上からホールの体勢でカウントが2つ入りました。まあ、宮本さん、小松美香とそれから長友佳菜子はなかなか2人のコンビネーションというのはいろいろ考えているようなんですよね、去年から。結構タグ組んでますからね。そうなんですね。非常に連携プレーというのは2人でいろいろ考えて工夫はしてますね。そういった意味でですね、ちょっと小倉と、ね、長堀の連携プレーが今一つであります。今小松美香綺麗にキックを入れました。カウンターになっております。そして今度は長堀が叩きつけて上から、さあカウントは2であります。懸命に小松がブリッジでこらえました。まあジャガー、はい、若い選手にとってはタッグ戦というのはいろんな意味で難しいんでしょうね。勉強しなきゃいけないことがたくさんあるんでしょうね。そうですね、難しいと思います、はい。まあ、ジャガーはもともとねシングルの王者ですからね。そうですね、あまりタッグはやったことがないですもんね。私も難しいですやっぱり、はい。ましてこういった中堅新人選手にとっては難しいところ。しかしこういったですね連携プレーをなかなかうまく見せるようになりました。青コーナーであります。小松、そして長友、広新ドロップからエルボードロップ、さあ
いろんなあの技が次々に出ております。青コーナーでありますが、まあ、あの決定的なところまではなかなかいかないようであります。そしてもう1回コーナーに先つけておいて、今度は長友登場してまいりました。これまたボディに拮抗撃。この辺りはなかなか見事な連携プレーを見せております。長友そして小松美香、いかがですか宮本さん。そうですよね、まあ、今のところやはりお互いに、まあ、やってやられてっていう感じでね、はいはい、お互いに譲りませんね、はい。まあ、お互いにあのこのチームはあの、まあ、小倉、小松、そして、まあ、長堀、長友ですね、はい、あのかつては甲子タッグでもあのコンビを組んだだけにね、はいはい、相手を、まあ、分かりすぎてよく分かってるわけですね。なるほどなるほど。だからもう攻守の切り替えといいますかね、はい、そういうのがもうトントンと変わってきますからね、なかなかやはりあの一方的に攻めるというのは難しいですね。なるほどね。またちょっとカウントが入りました。長堀がやはりジャガーね、はい、もう素質が非常にあって将来嘱望された新人なんですけども、これまたちょっとこのところね壁にぶち当たっておりました。あっと深いところキックが出ました。そしてスマッシュでやります。綺麗に出ました。そしてエルボーを落としました。この辺り長堀見事な攻撃であります。まあ、今なんか迫力のある攻撃だったんですけども、今一つ伸び悩みでしょう、ね、そうですね、はい。そして今小倉にタッチいたしました。いい動きがありました長堀。そして先輩小倉であります。さあここは赤コーナー大きなチャンスを迎えている。さあコーナーマッチから判定して、今度は長友が行きました。長友なかなかうまい攻撃であります。青コーナーも負けておりません。今長友から小松美香であります。お互いに何か執念に燃えているような好試合を展開しております。熊谷君体育館、今度は小松強烈なキックであります。ドロップキック3発、3連発が出ました。そしてどうか後ろから行った。試合時間今10分を経過いたしました。この試合は30分1本勝負、カウントが入っておりましたが右足がさっと伸びました。さあ10分を過ぎて、これからちょっと両ペアともスタミナ勝負になってまいります。後ろに投げ飛ばしておりますのが小松美香であります。おっとっとっと、なかなか決まりそうにありませんですね宮本さん。やはりあの、はい、どちらもね、こう一発の技っていうのはちょっとあの得してますからね。そうですね、決め技がね、はい、かホールへ結びつけるのはなかなか難しいですよね、はいはい。じゃが、はい、今宮本さんね、ホールに結びつけるのが苦しいというね解説が入りましたが、まさにその通りのあの試合展開ですね。そうですね。でもこの段階だと必殺技っていうのがないわけですよ、はい、そういう意味では頼りになるのは抑え込みなわけですよ、ね、この抑え込みがやっぱり中途半端だったら抑えることはできないですよね。そうでしょうね。まああの12人の去年の新人たちもあの例えばですね坂本明美なんかあの先輩に聞いてみますと、抑え込みの力ってのはすごいらしいですね。そうですね、あの1万だって強いって言ってましたよ、ね、そうですか。ですからね、この辺りのクラス、中堅クラスなんですけども、小倉優もあるいは小松美香あたりも十分にあのこれからは抑え込みの技ってのをやはりつけていかないと苦しくなると思います。またヘッドバットが出ました。さあ小松美香、おっと今度はこれを読んでおりました。さあ小倉どうするか、ロープから飛んだ、反転していきました。さあ小倉がようやく主導権を握りました。そして上から抑え込みの体勢だ。これがそのまま決まるといいんでしょうけども、なかなか決まりません。ジャガーの指摘通りですね、やはりあの抑え込みに行くタイミングがジャガーあれで早いんですかね。いや遅いんですよ、遅いんですか。固めるのが遅いから逃げられちゃうんです。もっとパッと行かなくちゃいけないわけですね。なるほどね。そして今度は長堀でやります。あっとこれまたキック、長友ニアってやります。さあ3連発が出ました。そして長友4連発でやります。長友4連発、さあ5連発が出ました。なるほど、長友なかなかあの新しい技を見せますね。はい、6連発でやります。これは新しい形でやります。長友かなこ、そして今度は逆に長堀がいった。悲鳴が上がりました。おそらく長友のファンでしょう。悲鳴が上がりました。さあ今度はどうか、長友ちょっと苦しそうな表情になりました。ボディに一発キックが入っております。さあどうか、ああ苦しそうにしております。膝が飛んでおります。長友スタミナ切れでしょうか。さあ長友はピンチだ、ピンチ。そして今度は長友の反撃でやります。なかなか決まりません。ああ長友上からね抑え込みに行ってるんですけども、これまたカウントは2でした。そして小松が入ってまいりました。さあ今度は長堀が捕まっております。キック、
右足一本で切りました。そして首投げからどうでしょう。よくお互いに動いているんですけども今一つ決めがありません。さあ長堀今度はどうでしょう。強烈に叩きつけてさあ上から行くんですけどもやはりかわされてしまいました。いや今のもやはり遅いんですか。遅いですね。あなるほどね。さあ今度は小倉由美でやります。ものすごい試合が入っております。小倉由美今小松を投げ飛ばして今度は長友の登場であります。あっとこれは空振りだ。さあ長友ドロップキック、これは強烈に入った。さあ長友今度はチャンスでやります。長友が叩きつけて上から行く。カウントが2つ目でやります。なかなか3つ入りません。とどめを刺すことができません。両センチでやります。そしておっとその上からの突っ込みを見せましたがこれまたカウント2です。あのままでは決まらないでしょう。長友どう小倉を料理いたしますか。今度は体勢が変わっておっとっとっと長友が下に落ちました。さあ場外を疲れました。場外を疲れました。長堀が長友を捕まえている。向こう側では今度は止まってやります。小松が小倉を捕まえております。場外戦になりました。小倉由美長堀和江小松美香長友かな子。さあ場外戦であります。カウントが続けられております。ボブのカウントが続けられております。長友はもうちょっと上がれない感じ。そして小松がおーっと小倉を捕まえている。放送席の前でやります。さあ場外戦エスカレート、カウントが続けられております。どういうことになりますか。カウントが時間が経っていく。今どうか。今度は両者両外カウンターアウトのペースも出てまいりました。 AG になった。さあカウントが続けられております。あーっとどうか。ゴングが鳴りました。小倉由美の手が上がりました。小倉由美そして長堀の手が上がりました。長友もね一瞬入ったように宮本さん見えましたかね。そうですね、はい、ゴングだったような気がしますけども、ね、はい、小倉が一瞬早く入ったということですね。どうなんでしょうね。いや場外戦から本当にタッチの差でした。ジャガー、はい、今の決着ですがどういうふうに見ましたか。いやこれも負けは負けです。負けは負け、もう悔しかったら勝たなきゃいけないです。なるほどね、はい、これで泣いて喜ぶ必要もないですね、はい、負けて泣く必要もないですよね。これはまだもう予選ですから。はい、先輩ジャガーのね厳しい今解説も出たところなんですけどもね、しかしとにかく幸先よく第一戦